ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回は最新作のホラーゲーム、アド・ウィンフィニタムというね、最新作のゲームやっていきたいと思います。こちらのゲームね、熊岡は予約購入をしていまして、やっとですね、これをやれると、やっと制作がね、できて、製品版になったというところで、今回はこれをやっていきたいと思います。こちらのゲームですね、概要欄見てみると、第一次世界大戦と、現実の、狭間での話なのかな。なんかそこのドイツ兵のお話みたいですね。まあちょっと詳細はわからないので、早速やっていきましょう。ニューゲーム。いや、とても、なんだろうな、次世代のホラーゲームと言ってもいいぐらい、グラフィックが綺麗だし、ストーリーもしっかりしてそうだし、恐怖感もしっかりありそうだね。ホラーゲームになってそうです。一度やったことだ。またやらなければならないのだ。一度あることは二度ある、二度あることは三度あるみたいな感じなのかな。あ、ツートントン視点の操作。これだね。インタラクト。もう数ヶ月にわたって呪われたように、このテーブルを何時間を見つめている。見つめていた。今ではずっと一緒に残っていたいという思いが芽生え始めている。あ、鉛筆だ。鳥を描いてるね。ツートントンだ。ツートントン。ツーツーツーです。完全無視ですね。あ、俺が見なきゃいけないのか。クマカが無視してた。はいはい。何かこう監視してるのか。まあ、信号を受け取る場所。朝焼け。すごい、なんか息遣いがありましたけど。はい。あ、鳥の絵だ。西、自分の西、目を離したことはない。テキストを非表示にする。ああ、なるほどね。非表示にできるんだ。はい。WSD 移動する。お、なんだ、僕が戦闘ではなく救援を要請したら敵前逃亡で逮捕されるだろう。自分の日誌、あの子と話してみたけど僕の言葉を聞き入れてくれたかはわからない。はい、これは戦争の場所だね。防空壕みたいなとこかな。通信局へ朝焼け作戦を開始せよ。朝焼け作戦。フランス軍の塹壕っていうのかな、突撃するように命令が下った。何かの間違いであると願ったが、まるで死刑宣告を受けたような気分だ。フランス軍に突入しなさいよっていう、こうドイツ軍の話なんでね。今から行けよっていうとこか。はい。これは誰かが何かを修理していた跡がある。機械についてはよくわからないのが残念だ。これが寝る場所か。なるほど。こっちは、ああ、何もないんだね。ちょっと先へ進みます。戦闘準備。鍵かかっている。ああ、上の人はね、下をってこと？あ、小銃。1を押して。はい。これで撃つってよ。はいはいはい。扉を掴んで押す。そういうタイプね。こっちは？
開かないんだ。もう戦う準備はできてんのか。しゃがみあるね。いつでもご命令ください。前線へ左。ただ右も行ってみたいよね。何もねえんだ。さあちょっとどんどん、あ、隙間ダブルで行く。はい、進んでいきましょう。はっ、やっとんな。あ、まだ進まないと。爆発。あ、行けなくなってんな。こっちか。勝利の指示なのか。突撃。撃たれてますね。前進せよ。しゃがみ。突撃。行くぞ。敵が狙っている。お、上にいるな。狙えるぞ。あー、どんどん死んでってんの。頭上注意。はしご。兵士が死んでってるな。爆発がすごいね。あ、生きてます。私はまだ戦います。死にたくないって言いたかったのか。手榴弾。さっ。お？全身あるのみ。すごいな、戦争は。こんな中で戦ってんのか。一発も撃ってねえけど。あれ？爆発したぞ。針金というか有刺鉄線だね。有刺鉄線まで吹っ飛んだってことか。あ、左手がない。どこに行ったんだ。まだ息はある状態だね、主人公。前から何か来ているな。あ、あまり喋れてないな。あー、これが戦場でのお話なのか。現地で爆発に巻き込まれて有刺鉄線に絡まったというドイツ兵の主人公。第一章、絶望。心臓になんかペンダントがついてるね。しかもそのペンダントにも心臓に剣が刺さってるようなペンダント。こんな異常なことはもうやめろ。分かったか。いやいや、私は息子を取り戻したい。あなたも貴族団とやらにもうんざり。ヨハネスを奪ったのはあなたよ。私から全てを奪った。ふざけるな。ヨハネスは帰ってきた。わかってるだろう。悪
クームみたいな感じかな。これがそのドイツ兵の主人公なんだけど、時系列的にはどうなんだろう。マッチ戦争行って帰ってきた後なのか。あ、小銃。おもちゃの銃取れないんだね。Give your brother his dagger back. 案件、見た目よりも重量感のある探検。I'm sorry, Now get out, you dirty little thief. 出て行け、薄汚いにずっとね。お前なんぞ息子じゃない。なんてこと言うんだ。鈴の兵士の部下は命令を指示する。開かないね。壊れている。鏡に映る自分の姿を見ることはできない。あるのは影だけだ。鍵がかかっている部分があって、ポストカード、1915年5月3日、これがモールス信号のアルファベット。おそらくもう学校で学んだんだろうね。モールス信号はこれ自体が言語になっていて、僕もようやく流暢に喋れるようになったんだ。ありがたいことに僕のいる電信室は安全な場所にある。おかげでもう2回も命拾いしたよ。もうすぐまた帰郷するんだ。今度はパウルにも会えるだろうか。それともまた母様だけかな。ちゃんと母様の面倒を見てあげてくれよ。はい。はい、ライトオン。もういけんのか、これ。あ、いけるな。ここはどこなんだっちゅう話だ。薬、一日が過ぎるごとに体調が悪化している。悲しみの聖母よ。お助けください。これ以上の注射には耐えられません。あの人の父親、あの人の交友関係、あの人の毒、あの人は私が狂っていると言った。あの格好は私の息子だと。でも私には分かっているのです。奴らは私から全てを奪っていきました。私の子供たちも、私の言葉も、私の名前さえも。私の聖書を火にくべて、私の像を叩き壊しました。そんな奴らでも私からあなたを奪い取ることはできません。悲しみの聖母よ。悲しみの聖母。さあ、電話もあって、あ、ドアがあるぞ。鍵がかかってんな。広っ。鍵がかかってますね。電気が切れた。ここも鍵がかかっている。ほぼ全ての部屋に鍵がかかってるね。鍵。兄の部屋の扉、鍵がかかっている。だが何か見たのは間違いない。あれは兄だったのか、ありえるのか。兄がいないんだ。いることがありえないってこと？歯車取りましたね。エレベーター。1918年10月4日ベルリン、エレベーターの設置について、フォン・シュミット会長殿へ。設置工事は今週末に終了し、会社の経費として処理いたします。この歯車をつけるんだな。どっかに屋根裏に何があるんだろうか。ここ鍵がかかっていて、エレベーターで屋根裏に行きたいんだね。あ、なんかいるぞ。乳母車を押してるおばあさん。カラクリ仕掛けの鳥。オーケストリオのミュージックロール。だいぶあれだね。オルゴール。ポストカード、最愛の母様へ。母様へ。大砲の轟音が鳴り響いた時、僕の父様への怒りは静まりました。
代わりにみんなの安全を憂慮しています。パウルから何か頼りは届いていますか？僕の手紙には一切返事をしてくれないのですが、ヨハネスよ。ちょ、何も開けれるところもあるな。サントバルビナポストカード、サントバルビナのポストカード。妹へ、元気にしているかしら。あなたに会いにベルリンを訪ねたのよ。でもメイドたちに門前払いされちゃった。おじいさんがドイツ語で叫んでいるのが聞こえたけど、何を言ってるのかわからなかった。住所を間違えちゃったのかしら。どうして手紙を一通も送ってくれないの？泣き鳥は手に入れた。昔教会の前の広場で一緒に立って、母さんと父さんのカフェの窓辺に飾ってあった黄金色の鳥にうっとりしたのを覚えているわ。もし耐えきれなくなったら私たちのところに帰ってきて。子供たちは元気にしてるの？手紙を待ってるから。サントバルビナジョリー。ジュリーか。これからくり仕掛けの鳥だよね。あー、赤いボタンのエレベーターみたいなのもあるな。母はよく何時間も音楽室にこもっていた。だが今日はしていない。そんなことはさせない。さっきのお母さんだったんだ。オーケストリオン、この上ないは苦しい時、私の救いとなるのは音楽だけ。音楽で和まない人なんているのだろうか。でもカールがあのひどい音のオーケストリオンを鳴らしてお父様の曲を演奏し始めた時は吐き気を催してしまう。壁がボロボロと壊れ、周りにあるものすべてが崩れ去っていく。あれを聞いていると死にたくなる。ただどこに鍵が閉まってるかは分かっている。ヒントと書類を集める。書類、これか。次のアイテム、次のアイテム、これしかないんだな。まだ音楽室への侵入方法を見つける。オーケストリオに関する手紙。願わくば将軍閣下に我らがご贈呈いたしましたオーケストリオンと行進曲で、閣下とご家族の自宅にて一末ながら戦場を味わっていただきたく存じます。そうすることで閣下とドイツの先祖たちが成し遂げた無数の勝利の感慨に浸ることができるでしょう。オーケストリオンとは音楽における機関銃なのです。すべての問題を一気に片付けてくれるのです。他にはないな。まだ続くな。広いですね。赤いろうそく取ったぞ。窓がパリンチョしてる。ちょっと待って、こっちの手前の道行ってみるか。開かない。これはなんかチェーンカッターみたいなので開けれそう。パリンチョス。Now you're wet too. これでお前も濡れたな。水をかけるなよ、母様。ヨハネスにずぶ濡れにされた。私と一緒に土手に座りましょう。水の中に入ってみなさい。暖かくていい気持ちでしょ。暖かくてずぶ濡れだ。補船よ、すごく速いわね。きっとアメリカに行く船だよ。きっと湖はそんなに大きくない。わからないわよ。どうにかできるかも。ハーフェル川に行って、次にエルベ川、そこからハンブルグまで行くの。あそこは世界中につながっている。どこだって行ける。ここは鍵だ。
ここも鍵。さあ、赤色スクを集めてるな。ああ、一周した感じか。自分と兄が一緒に写った写真、その隣にある戦死国宝に視線が映ってしまう。こちらは戦ったのに両親は見捨てた。戦いに行ったけども、君たちは子供じゃないよ、子供じゃないってか、私たちの子供じゃないよって言ったのかな。ここに我らが会長のご霊息であり、偉大なるロタン・フォン・シェル・シュミット将軍の、ご霊孫の死亡を数尺の念でご通知いたします。ヨハネス・フォン・シュミット6歳差の兄弟かな。鍵がかかっていますね。お悔やみ状。皇帝陛下の呼び声に我らは一丸となり応えた。天に召された二人のご子息の平安をお祈りいたします。葬儀かこれ。ちょっと押さないでよ。ヨハネス、お前がノロマなんだ。兄様がちゃんと持ち上げてくれないから。ヨハネスは兄ちゃんなんだ。母様が扉を開けてくれなかったじゃないですか。ずっとノックしてたのに誰も返事をくれなかった。まったく。静かにしてるのよ。おじいちゃんがお眠りになってんだから。向こうに続いてたんだな。ん？ああ、続くは続くな。こんな扉あったんだ。まあ四方向から続きましたね。立派なご邸宅だことで。さあ、手紙がありそう。鍵、オーケストリオンの鍵、祖父の奇妙な音楽装置の鍵。狂気、1916年5月25、二人の息子が皇帝陛下と人民の名のもとに兵役ついた現実をマグダレーナは受け入れようとしない。頭がおかしいんじゃないのか。父上の言うことなど信じたくはなかったが、もしかすると正しかったのかもしれない。マグダレーナは救いがたい女なのだろう。9年前に父上が屋敷に同居し始めてからというもの、彼女の変貌ぶりは凄まじい。水銀を投与するとしばらくは抵抗していたが、ようやくおとなしくなってくれた。水銀を注射器と瓶。水銀 10mg、 10ml だったね。そんな感じで水銀って入れるもんな。オーケストリオンっていうのがどこにあるのか。ここはダメだね。マッチ。赤いろうそく。戦死者の一覧を記載した新聞紙。読みたくない。鍵はどこで使うんだろうか。これぐるっとしてきたのか。
奥様方に診断されたヒステリーおよびうつ病を治療するためには奥様方にいかなる精神的苦痛をも体験させてはなりません。発作を起こしかねないと人や物からは遠ざけてください。症状に改善が見られるまで2日に1回注射してください。うつ病が重い段階にある場合は毎日の注射を推奨いたします。あれ、ここってさ、でも切った場所だよね。この絵見たことあるんだけど、行けるとこ行けれないところができた感じだね。オーケストリオンの開く鍵と作動させるのに足りない部品を見つけろ。バルブじゃねえのか。こっちでは開いた、入れれた。まだ正常に作動するとは思えない。あ、入った。なんだこのハッピーな。ハッピーハッピーな曲だね。とりあえず作動させたけど、目標としては音楽室を調べる。これでいけるようになったのか。あ、いけるわ。ミイラ化してるぞ。マネキン、こちらを見ているかのよう。何かが足りない。全卓に置くのか。いえ、カールが不在の間を利用してデュプリー先生に我が家を案内した。格好のことは見たがらなかった。先生は私を信じてくれている。客間に入った時、先生はあの暴君 G が死んだ場所で悪感を感じたとおっしゃった。あの人は生きている時でさえ家族に不幸以外の何ももたらさなかった。デュプリー先生曰く、この家は無数の恐れる魂を誘い込んでいるとのこと。呉服や精霊の鐘を使い、壁を打ち鳴らして3回打ち鳴らして三位一体を表す。次の降霊会までに追い払っておくように助言を授かった。これには天使たちも手を貸してくれるだろうと。先生の言葉を信じたいが、あのろくでもなしの格好もドタドタと床を打ち鳴らすのだ。いつもいつも食事を狙っている。頭がおかしくなってしまいそうだ。ピアノは運転したがらない。何か回すものが必要か。誰かが玄関の呼び鈴を鳴らした。こっちだ。お、なんか来た。高齢術師さんからの手紙。料金見張れてご主人からの体への暴力を伴う脅迫により大変心苦しいのですが、本日はあなた様の降霊会を導くことはできません。しかしながら暗中をもがくあなた様は心より天使の力を必要としていることは私も存じておる。この手紙に私が天使への嘆願の方法を録音した。あ、それを同封している。またそれに加え同封した銀の宿題、まあろうそく台ですね。霊的振動に敏感に反応する性別振り子は前回お尋ねした際にお渡ししたものがまだ手元にあるかと思います。
これらの品物の代金はこれまでの未払い金に付け加えさせていただきました。5つ。お？脳みそボールが転がってきたんだよ。 This is my ball. これはよく覚えてる。 Don't you forget it. I just wanted to play with it. Get your own. But mine isn't red. You stubborn little so-and-so. All right then. すぐ返してくれよ。 Make sure you bring it back. いいね。 Promise?I promise. 兄ちゃん仲いいは仲いいのか。はい。今持っているものとしてこれだな。ハンドルでしょ。入れた。ろうそくとマッチはありますか。大変よろしい。ろうそくを宿題に載せてください。5本。次の手順に必要なのは手話を持ち売り子よ、魔女の足をかき出すための指示が与えられます。これか。振り子を使用し塩で線を引きください。それが終わりましたら次の手順に進みます。塩を振るのか。あ、でも振ってる今。あれ？触れるものと触れないものがあるぜ。これには触れる。あ、持った。五行星を引く順番。順番があるな、これ。なんかやばい予感がするな。復活の儀式じゃねえな。印が配りましたら、ろうそくを灯してください。マッチはあるからね。オッケー。ん？次の録音を再生する。次は個人の私物を持ってきてください。あー、赤いボール。過去にはそれで成功した実績がある。ボールはありますか。それではテーブルの席についてください。座ります。降霊会の準備が整ったら個人の私物を手に取り魔女の足の中央に置いてください。とりあえず行けたね。今夜は天使を召喚いたします。ちょっと暗くなったね。
デュプリー氏が今よりその声を持ってあなたに話しかけ、アカシアの記録を学びし者があなたの存在を知覚しているものと心得よ。天使と心の精霊たちよ、主のしもべたちよ、追いつきの宿地があなたに宿りました。すぐに私に加わり、霊体の橋をかけ、時空の首輝を立ちましょう。これにて私はマグダレーナ様と共にあります。この屋敷には無数の影が動き回っており、勇気の存在と悪魔たちが抗えない塊たちを毒しているのです。その中から魂を見つけ出す、そして母の元へと導く、光の中を導き我らがエンジンへと迎え入りましょう。ここにおります。ご霊息様です。君のお母様はご自宅のテーブルについているよ。言っており、聞こえたかい。お母様のもとへ行って合図するんだ。あー、ノックってことかな。いや、でも動けない。目を閉じて魂の居場所を作るのです。影が、ご自身の影が見えるでしょう。お、騙されてはいけません。悲しみの聖母を信じる、我らと共にあります。愛を感じて。今銃持ってないんだよね。聖母を信じる、我々と共にある。これが最後だな。ここがあなたの自宅です。赤いロウソクを使うことは許されません。聞こえてますか、フォン・シュミット夫人。赤だけは絶対にいけないんです。この色がいけないのか。赤とは憎悪、憎悪に祈る者は声を届く光ではないもの。マネキンが倒れたね。私も感じます。来ました。あら、手が出てきて。これは聖母マリアではございません。聖母と対する対をなす悪魔の存在、マーテル・ドロローサ、悲しみの聖母です。目から血を流して、でも誰かがその向こう側にいた気がするな。立つ、はい。また電話が鳴ってんな。水しみをたどる、これか。辿ってみる。すごいな、この作りが。なんかいたな。あ、新たなエリアだ。水道、バスルーム、あ、ボールだ。こんなところに。
脳みそボール。まあ、脳筋ボール。あら、手が出てきたね。さあ、白い霧のところに落ちましたね。行けっか。行けるね。あ、なんかいたね。あいつは何なんだ。印刷写真、苦痛の聖母。今のが聖母なのかな。血は何もないな。ここはまた戦時中、戦争の場所に戻ってきたのかな。血は上がんないよね、多分。今ここはまだ銃声とかしないから休憩中なのか。教会の中にいた兵士たちじゃなかった。間違いない。ガス弾が命中した時、女の人の叫び声が聞こえた。みんなは僕の幻聴だって言うけど絶対に違う。ロザラもそのことを知ってるようだ。彼はガス弾を放った張本人で悲鳴を聞いた後、まるでチョークみたいに顔を真っ白にしていた。今夜教会を見てみようと思う。確かめなくては。女の人の叫び声、それがさっきの聖母の話なのか。聖母なのか、ちょっとわかんないね。痛い。ダメージ判定あるんだ。この先は？これなんだ。ツルハシ、脆い木片、腐った壁、その他の障害物を破壊するのに最適なツルハシ。取れたぞ。ツルハシを振る。あ、割れた。なるほど。新たな壁を作ってていうか、壁を壊して進んでいく。教会いらしてください。物資をお分けします。けたたましい物音。あ、リコさんこんばんは。聖母マリアに囲碁を求めましょう。教会いらしてください。血が道か。血は何もないんだな。じゃあ行きましょう。あ、教会だ。あ、いたね。聖母。デッカマン聖母だよな、あれ。2メートル50ぐらいねえか。2メートル50の聖母は、ほら。ち、壊せるな。1916年の冬、食べ物はもうほとんど残っていない。アドラーさんと愛しのブレーゲルさんも解雇することになってしまった。これもすべてカールと軍の狂人たちがこの醜い戦争を始めたせい。パールも前線に旅立ってしまった。だが頼りは一切来ない。父親にそっくりだ。だけど、ヨハネスは未だに手紙を出してくれる。あの子が復縁する日を指折り数えて待っている。だけど、ヨハネスはこの家には帰りたがらないだろう。カールがいるから。あの子は私と一緒に逃げてくれるだろうか。サント・バルビナ行ければ、あるいは。ヨハネスって兄ちゃんだよ。あ、これ？民間人はこんなくだらないものに時間を浪費する。ただのガラクタだ。これさ、家にあったよね。ドン。
牧師の各所全てを破壊されている。まるで言い表せない、とどまることを知らない怪物が村を通っていったようだ。生き残った人々は私たちの教会を身に寄せている。教会に身に寄せている。何としても守り抜こう、主よ、我らに力を。牧師がね、迷える子羊たちのために祈っているんだね。ここら辺は汚たましいもの音。こっちってさっきの違うな、さっきのところではない。道があるぞ。なんだ、はしごだ。あれ、てか教会行ってねえぞ俺。なんかくちゃくちゃ言ってるけど、誰かいる？あ、いる。ん？なんかいたな。すべてが破壊されている。いや、一緒だなこれ。ちょっと待って、さっきのさ怪物何あれ。腐敗、ん？腐った肉の匂いは耐えられない。空き缶の警報。最初は音が聞こえるだけだったが、今朝には足跡が見つかった。裸足の足跡が。もしかすると脱走したフランス野郎かもしれない。もしくは戦友がいたずらをしてるって可能性もあるが、犯人が誰にせよ紐に空き缶をくくりつけておこう。次に誰かが通った時はでかい音が鳴るようにな。なるほど。これ鳴らしちゃいけない感じだな、多分。物音が鳴るんじゃないか。左の方でくちゃってるね。しゃがみでなんとかいけるか。ドン。これまた床が抜けそうだけど。やはり。なんか食ってるやついるな。戦争で亡くなった人の肉をむさぼり食っているそのフランス野郎たちなのか、それともなんか悪魔的な何かなのか。音を立てるな。怪物ガキは非常に物音に敏感。ステルスですな。一緒にいるじゃん。なるほどね。ここでホラー要素が出てくるわけだ。ちょっと覗いてみよう。食ってるな。こいつはじゃあ攻撃してくるってことか。むさぼり食ってる。お、何？急に始まったな。これなんだ。下に何があるのか知りたくもない。死体だな。あいつはあそこから通ってこれないのか。
んだ、焚き火、ライト、警報器。制限される話し警報器を鳴らす。そこの敵を引き寄せることができる。僕の予想は正しかった。なんてことだ。教会にいたのは民間人だった。パウルに僕が見たものを報告しても聞き入れてくれなかった。笑ったんだ。男たちの前で泣き虫みたいな真似はやめろ。陸軍最高司令部もこれは承知だと言われた。教会のことを警告したのは知っているはずなのに、あの子を見る目がすっかり変わってしまった。何があったんだろう。医者と話をしてみよう。生き残りがいるかもしれない。警報器鳴らした方がいいのか。まあ鳴らさずに行ってみるか。道はたくさんあるな。ベッド、ここなんだ。別に何もないぞ。ただのフェイクか。くちゃってるか。いるな。音だけなのか、視覚的にとかはないのかな。食ってるね。さあくぐり抜けました。あ、なんか銅像みたいなのが立ってるぞ。聖母を祀る小さな聖堂、個人的にはくだらない迷信の塊としか思えない。さあ行きましょう。いろんな選択肢があるな、道に。これは下で鳴らしてだな。なるほどね。鳴らすと寄ってくんのか。盆踊りしてる。なるほど、お祭りだ。結構効果的だな。今の音は反応しないと。さあセーブされたっぽいですね。あ、こっち。あ、教会の中入ったっぽいさ。ご遺体だ。 The name of the church was 教会の名前はノートルダム。老人たちは村から逃げることを嫌がって聖母に義母を認めたに違いない。聖母はどこにいたのだろうか。僕たちの所業を見たとき、どんな裁きを下すのだろうか。それに僕たちはどうなる。僕たちの運命は。戦前は目の前にあるものを全て食らい尽くしている。僕たちは地上に地獄を生み出した。祈りを捧げてもその声は悪魔にしか届かない。そうか、じゃあ最初から教会の方に行っても入れなかったんだな。え、あ、聖母？ん？
子供用のベッド見てるな。あ、見られたし、盆踊り野郎が。お、臭い。誰だ？助けてくれたぞ。内臓出てますけど？くちゃりだ。あれ？抵抗している反抗期か。で、地下に落ちたね。あいつは味方なのか？どうだろう？ちょっとそこら辺わからんね。ただ助けてくれたっぽくは見えたけど、獲物を横取りすんなぐらいの感じのようにも見えたというか、まだわからんな。見た目はいかちいっていうね。さあ、教会の下に落ちたのかな。さあ、起き上がりまして、道が二択、いや一択、人間味のない音。なんだ、人間味のない音。ステルスでは今はなさそうだね。狭っ。しゃがみか。なんか音鳴らしちゃいけないのかな。またどっかに繋がったっぽいね。前線へ。あ、おしゅうさん、こんばんは。地下墓地へ。あ、ここに防空壕で敵をやり過ごす場所があるな。脳筋は右。これダメージ食らうんだよな。死んでる。認識表、リハルト・ミハルスキー・ピンクス。聴聞症、フランス野郎が何時間も叫び続けていやがった。あいつは撃たれた後、有刺鉄線で右呼吸が取れなくなったんだ。別のフランス野郎がやってきて助け出そうとした。少尉殿は双眼鏡でそいつを見つけると俺たちに撃つように命じた。おっとはというか、俺たちのほとんどはわざと外したが、少尉殿はお気づきになられなかったみたいだ。次に突撃するときはおっとを先頭にするなんてあいつは言ってやがった。仲間の救出に失敗したフランス野郎は巣穴に退散していった。おかげであと3日目はうめき声を聞かされる羽目になった。無人地帯は一度足を踏み入れたら二度と離してくれないのさ。ビリってんな。これ防空壕だね。やり過ごせってことは敵が来るってことよね。まだ毛も生え揃ってないじゃないか。めっちゃ笑ってる。Better not get those boots dirty. ちはいけないな。さあ、どんどん進んでいきましょう。敵はやってくるのか。こいつと関係ないね。こういうのどこまでがリアルなんだろうな。下があるぞ。下行ってみる。あ、違うな。いや、違くねえな。さっきと違うな。さらに地下がある。ちょ、なんもねえ。
しまった。盆踊り知ってるか。知ってますね、盆踊り。これさっきのとこじゃないか。一番最初のとこだな。ここに来るんだ。あ、じゃあここがもうあいつらに占拠されてしまったってこと？俺の言葉を聞き入れてくれたかはわからない。符号のダイヤルを。あ、朝焼け作戦だ。これはわかるよ。37。37だな。そういうことじゃないのか。37。違うのかな。あ、ここ進めて。いや、これしかやることねえな。時々夢の中にいるのか現実なのかわからない時がある。それともベルリンにいるのか。母様はあらゆる手を使って僕を家に帰そうとしている。でも僕は帰りたくない。37に合わせて。いや、番号分かったら。37、これをどうすんだ。鍵がなきゃいけないでしょ。鍵を探すのか。あいつらをおびき出して。ダメだ。もう踊りだ。そんなことねえな。みんな来たぞ。
あいつらが食べてるところに鍵があるとか。見てるのか。でもなんかモールス信号絶対関係するでしょ。絶対これ脳筋突破な気がする。まあいい。ベルリンの道。少尉が着任する。誰かあのにやけ面をやめさせろ。2週間もいりゃ笑ってすぐに今のところに逃げ帰る。多分木箱に入ってない。めっちゃバカにされてんね。チャンスくらいやれよ。だいぶその少尉をバカにされてるやつなんだな。地獄階段。お？認識表、マックス・シュミート・ライプツ・ヒ・プラグ・ビッツ。ソルジャーっつって。こっちだ。ここ走り抜けたとこかな。動けない。あ、なんかに、あ、連れてかれた。でっかい手だったね。大丈夫ですか？ちょっと遅かったな。X345 飛行。陸軍最高司令部と西部戦線の連絡が途絶えた。原因は不明。偵察飛行から帰還後、直ちに報告すべし、本国における我々の作戦が敵に傍受されている可能性があるため、最高司令部との通信は司令号にある電話を用いてパイロットが単独で行うべし、誰も信用するな。皇帝陛下は、貴殿の動きに期待している。神よ、私は奴らの正体を知っている。ルードヴィッチ・ランゲンベルグ・マーチン・ドルトムント。マルティン・ポルロ・クローネ・ポルラ・クローネ・ブロン・ブロンベルグ。これさ、認識表が実績なのかな。ね、もしかしたら。ん？頭上注意。エーリヒのポストカード。あとちょっとでまた散歩ができるよ。秋のシュタットバルトの森を手をつなぎながら、僕は君と一緒に、君は僕と一緒に、そして僕たちがあるべき場所をケルンで二人で過ごすんだ。君も僕と同じくらい楽しみにしてくれてるかな。もう待ちきれないよ。時々フランス軍の堀からティンホイッスルとなる音が聞こえる。そして君のことを思い出す。あとちょっとで全て丸く収まる。僕の代わりにお母さんにキスを送ってあげて、また会う日まで。エーリヒ・ファスベンダー。まあ戦争中ね、家族を残していったりね、恋人を残していたり大変
寂しい思いをね、家族もしてたとは思うんだけど。めちゃくちゃあるな。ネズミの巣。機関銃。敵が攻撃してきたら一巻の終わり。以前に敵はスパンダウバレーを踊らせるのがお気に入りだった。下があるな。ロザラの動揺。ロザラはあまり長く持ちそうにない。通信士と教会の方へ抜け出していった時の目は限界の人間のそれだった。何を見たのかは察しがつく。教会にガス弾を放った張本人はあいつだ。今あいつは常にガタガタと震えていやがる。小銃をいじくってる姿を見た。取り返しのつかないことになる前にあいつを配置替えするよう新任の士官に頼んでみよう。それで渡すのことなのか。あ、塹壕店だね。なんだこれ。あ、カランカランか。少尉の不満。ロザラのことを話そうとしたが怒鳴られたというより精一杯怒鳴ろうとしていた。あのクソガキをまともに取り合う奴がいない理由はよくわかった。かといって誰も反抗しようともしない。公明罪で、罪を受ける羽目になるからな。フォン・シュミットの唯一の特技はこの泥沼の中から上官に俺たちのことを告げ口することぐらいだ。あのガキが俺たちに怒りをぶつけるのは絵本の中に書いてあった戦争と目の前の戦争は違うから。この戦争は肉引き機だ。そして次に引き肉になるのはロザラってわけだ。あら。カランコロン。ここも、おー、入れるね。特にアイテムがあるわけじゃ。ロザラ任務に足る。前線任務に足る状態。これは命令である。フォン・シュミット。少尉は。あら。見て。これしかなかったな。これしかないな。戻るのか。英雄の道。ああ、行けるね。カランコロンカランが多いな。これが英雄の道なのか。本物のとこはみんな死んだのか。近頃は何でもちっちゃくなってるぜ。少尉だ。王子ちゃんが仮装してるだけじゃねえか。ガキの士官だって。大上は俺たちなんてどうだっていいんだ。クソが。俺は学校に通ってこなった頃、上流階級が塹壕にね、ネズミは大喜びだ。練乳なんてありあったっけか。父上に認められるためには強くたくましくならねえと。気をつけ、27名全員揃っております。あ、追わせる。
信任勝利。どうしてみんなは僕がパウルや指揮系統に対して発言権を持っていると思っているのだろう。暴れ狂う軍隊を僕がすでに止められるとでも思っているのだろうか。こんなことを言うのは本当に心苦しいが、僕と彼をつないでいるものは呪われた苗字だけに過ぎないという。まあ勝利は勝利で思うことはあるだろうな。医師の苦情。中隊長殿、医療物資を車両1台分失ってしまった。フォン・シュミット少尉殿、お願いです。モルヒネだけでいいですから捜索の許可をください。もはや1分の猶予すらない。あれ、じゃあ最初のやつモルヒネだったんだな。この場をお借りして少尉殿に対する正式な苦情を提出したことをお伝えいたします。伍長への強要をはじめとする前任任務へ適さないと兵士たちからの訴えを退ける貴殿の命令は無責任であり、ロザラ伍長のみならず戦友たちの士気をくじくものであります。それから私のことをアイゼンバルト先生とお呼びになるのもお控えください。私を同様に登場する医師に仕立て上げて、愚弄する行為は貴殿の部下までも真似し始めている始末です。私自身はもちろん部下たちまでもが意気消沈しております。まあ、バカにされたように感じるわな、それはね。レコード一覧。これなんか意味あるのか。意味があるのかどうかはわからないが、西、北、東。行けるところが何個かあるけど、寝台。なんだ、動いてるぞ。有刺鉄線が。誰か生きてる。待ちくたびれたぞ。飛行機のそばにいたのは君かね。渡すです。ああ、目が潰されてる。だがこれ以上奴らに欺かれることはない。すべて嘘なのだ。全部デタラメだ。一つ残らずな。助ける。寝台の方を連れてくべきだ。司令部に報告しなければとな。皇帝陛下のこの地の状況。戦争は終わってない。敵はここにいる。ゆっくり休んで。我らは勝利せねばならん。祖国のために、我ら自身のために。裏切り者や脱走者には耳を隠すな。手を貸してくれ。何かもらえないか。モルヒネか。北に医療輸送車がある。My eyes って。こっちの先にじゃああるんだな。
便所当番、小岩、ベーワ、カスパル、そして俺を3週間便所当番に処した。俺たちは何もやってないのに、少尉は通信士と喧嘩してたみたいだ。家族の問題ってやつか。何にせよ俺たちに怒りをぶつけることにしたらしい。臆病者とまで呼びやがって。喧嘩の内容までは聞き取れなかったかな。カスパルは一晩中泣いている。婚約者が手紙を送ってくれないらしい。しかも3週間の便所当番の時と、当番と来た。あまりにも酷だ。便所。これが便所？なるほど。当番表。ネイ、レツラフ、あ、ローマン、ウェーバー、ハフナ。あ、あ、敵出てこねえか、今。一人踏ん詰まりっぽいね。ライトが、あ、下いけないね。お、こっち行けて、こっちはいけない。じゃあ一本道だ。洪水、どっからこんな水が流れてきてるんだ。こんなのが続けばここでみんな溺れ死ぬ羽目になる。元船乗りのヤンセンのお国ではこんなの慣れっこらしい。だがバルト海にはこんな大量にネズミはいないだろう。本当に気味の悪い害獣だ。おまけに噛んで来やがるしな。有刺鉄線がある。バルトの街道、あ、次のチャプターいった。絶望。もう2、3とずっとあれだね、戦争しているところの中でずっと話が進んでってるね。いや、どうなっていくんだろうか。さあ、進んでいきましょう。また木、これ多分ガス弾だよね。トーンとは異業を成し遂げる。父上はそう言っていた。マッキーの願いなんだぞ。お父様は死んだんです。この屋敷を作ったのはお父様が欲望を満たすため。他でもない、リヒターフェルダにヨハネスを士官学校に行かせるためだけに。ヨハネスの兄だね。そしてパウルまで行ってしまう。もっと後付けを埋め、兵士を増やせ。私、価値はそれだけなんですね。士官学校に行けばヨハネスだって変わっただろう。お前が甘やかした結果はお前もその目で見ただろう。恥を知れ。ヨハネスどうなったんだろうね。出てきてはないもんな。こっち？あ、これ見たぞ、トレーラーで。多分見たよね、最初ね、みんなも一緒に。モルヒネだ。ああ、書いてある、モルヒネって。あら、持ってかれちゃった。こいつってさ、教会にいたやつだよね。お、攻撃してきたぞ。逃げろってことか。
追われてんの見たい。あ、え、こっちか。あ、いる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 。乗り物に乗った方が早いと。お、なんだなんだなんだ。え、飛んだぞ。え、絶対バグこれ。今の絶対バグ。あそこで泣いてるもんだって。戻るかじゃあ。前回のチェックポイントどこ？ここ？あれ？ん？あ、追われるとこから。あれ、チェックポイントなんだ。なるほどな、理解したわ。この物の上に登った方がいいと。これは飛び越して、オッケー。ヨハネスはあなたの息子でもあるんですよ。家ではフランス語を喋るなと言っただろう。それはお父様の言葉でしょう。自分の言葉で喋ってください。私の夫はどこへ消えてしまったの。バカなことに父親は正しかった。お前のヒステリーのせいで一人の息子はすでに歪んでしまった。もう一人には手出しさせん。私の夫はどこへ消えてしまったの。パウルがいてしまったら私は家で一人ぼっち。私とお父様だけ。また追われるか。あ、こっちか。お、壊してるね。はい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 。はい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 。あ、こっちか。隙間。オッケー。楽しい楽しい。絶望。まるで、それはまるで夜。あなたはまた戻ってくる。僕には夜変もない。髪の毛も血肉もこの苦痛に終止符を打つ勇気。OK 終わりましたね。いや面白かったな今。意外とあのチェイスが、なんか書いてある。するとエデンならざる場所で彼女は死のゲヘナの縁を作り出した。そのゲヘナの縁っていうのはこれ。なんかすごいこの潜ってんのがちょっと幻想的。しかもこのアスレチックみたいな感じもいいね。彼女が作り出した人々を縁の中へ置いた。
ちか。水中移動面白いね、確か。彼女は死滅の木を育て、円の中心部にある濡れた泥に植えた邪悪なる木を。邪悪なる木を。どこだ。その木が立つ限り彼女の痛みは世界中にまかれていく。このエリアにおいては自分の選択によって結末が変わる。なんだってこれ。この2つ子供の絵、楽しい音楽でママ嬉しい。この上なく苦しい時、私の救いとなるのは音楽だけ。音楽で和まない人なんているのだろうか。これ拾ったなぁ。あのお母さん母上のやつだよね。どういう仕組みかはわからない。電線がつながってて、あ、始まったな。なんかハエルと追ってくるな。水の中でしか追ってこないのか。あつけたぞ。なるほどな。これ時間かな、もしかして。時間だこれ。よく分からんな。赤。
青3つにすんのかこれ。そこが赤だよな、最後に消したの。音が3つ鳴るようにするのかな。逃げろい。あ、倒れた。心臓プチュンだ。よしよし。さようなら。まだ余裕で立ってんじゃん。内臓こぼれおばさんが。ああ、木にすがってってんな。すごい。こう言っちゃ変だけど、すごい綺麗。なんか戻ったね。ちょっと待って。はい、鏡の破片。ああ、はいはいはい。あったね、自分の部屋の鏡ね。壊れてるって言ってた。ああ、今のが第一章なんだ。